アンディ・ジャンポール・マリー・メルケルはフランスのバイオリン奏者。パリの生まれ。パリ音楽院でギオーム・レミーにバイオリンを学び、1912年にプルミエプリを得て卒業。1922年に自分の名前を冠した弦楽師重奏団を結成し、1925年のコンセール・ストララムの旗揚げにも参加した。コンセール・ストララムでは、 スタン・ゴレスタンの競争的教師曲、ジャン・リビエのブルレスケ、ロベール・カサドシュのバイオリン競争曲などを所演している。1929年から1934年まで、パリ音楽院管弦楽団のコンサートマスターを務め、1930年から、パリ国立歌劇場管弦楽団のコンサートマスターも掛け持ちした。歌劇場のコンサートマスターを年まで務めた後、 パリ音楽院の教授となった。ブローニュイコールビアンクールにて没。ヘンリー・メルケル・ディスコングス、ハット・マイケル・ウェーブリンガー、ヘンリー・マーカル、メロクラシック、A c シン・ビー・レレ・エンジー・ゴー・ありがとうございます。